不審者を学校に侵入させないためのシステムです。こちら顔認証を使って不審者や登録していない人が学校に入ろうとすると警告を出すというものです。この顔認証システムは学校で使うことを想定していて、事前登録のない大人が映り込むと警告音を出す機能が9月から追加されます。川崎で事件が起きたりとか、古くなりますけど大阪の方でも池田小学校で事件があったということで、どうしたらいいかという部分ではいろいろと手探りという状態です。しっかりした仕組みも必要になるというふうにお考えですか？いやもう必要だと思いました。最近の生徒の安全確保への意識の高まりから、空港で使われているセキュリティ技術を学校に応用したということです。